こんにちは、スタイリストの金子彩です。今日はまた呼んでいただいてカオス表参道店に来ました。私が気になった定番のコートやら素敵なセットアップをいくつか紹介していこうと思います。はい、そして今回一緒にご紹介していただく串部さん、はい、どうぞ。失礼いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしたらコーディネートをいくつか組んでみたので、はい、来たりしながらご紹介していこうと思います。はい、1ルック目ですが、こちらのコート、はい、こちらのコートは、はい、スーパー原料を使っていて、うん、スーパー140と110の糸で、うん、ぐっと圧縮させてる素材なんですけど、うん、ずっとね定番でご好評いただいてるシリーズになります。私は黒を今着させていただいてますが、はい、あとはモカと今年新色でチャコールが出ました、うんうん、だからもうこれは定番だから、はい、黒をお持ちの方もいるってことですよね。いらっしゃると思います、ね、はい、このコートのファンの方が、はい、今年はこちらを買っていただいて新色のチャコールをぜひ。なんだろう、見た目より着た方が軽い気がする、はいはい、結構後ろにボリュームをたっぷりつけた感じのタイプになっていて、うん、多分着た時にそのパターン的に軽く感じるのかもしれないです。はい、さっと羽織ると様になるから、うん、はい、ありがたい、はい、コートで、はい、一応肩の線をつけてなくて、うん、ラグランのパターンになっているので、うん、どなたの肩にも合うように、ね、沿うように。それすごい。だって ありがとうございます、うん、そうなんです。でほらこれ私みたいにこうちょっと腕がさ短い方は折っても、はい、素敵です。いいし、もう今年まだ全然ね。そうですね、寒くないからもう、はい、東京はもうこれぐらいでいいんじゃないかと。 ですよね。そう、はい、長いのは長いのでかっこいいんですが、はい、ね、一番長い時期使える気がします、はい、うん、はい、あとお車の方とかも結構短いのいいっていうふうにおっしゃられるみたいで、うん、ね、はい、で、はい、中に来た、はい、このニットのね、はい、セットアップ、はい、これ3ピースなんですが、はいはい、私はねこれカーディガンにベアを重ねてるんですが、はい、まあ、中に着てもいいし、はい、いろんな着方を楽しめる、はい、かわいい。かわいいですね、すごいこのスタイリング、すごく素敵です。かわいいです。これなんかあれなんですよ、ラクーンが表側で、うん、内側がコットンになっているので、うん、チクチクあんまりしないように。だからチクチクしないのね。そうなんですよ、そういう風になっていたりとかします。このカーディガンのシルエットがちょっと黒雲っぽくなってる、はいはい、そうですね、華奢見えする気がします、はい、このこちらセットアップは、こちらはですねニットの縮縦タイプで、うん、もうちょっと大きいサイズで作ったやつをぐーっとこう縮縦かけたやつのふかっとしてて柔らかい、うん、軽いです。へー、はい、セットアップが結構今回たくさん、ね、はい、うん、もうセットアップとにかくねありがたいんです。楽ですよね、本当に。朝とか考えなくても済む、はい、はい、もうそれにもうコートをパッと着てもらって、はい、そんなね手抜きに見えない、見えないコーディネートを、はい、次も紹介します、はい、じゃん、かわいい。このスウェットがまた素敵、はい、はい、レミレリーフの別注になりまして、うん、丈感とかちょっと短くして、うん、でパンツ結構スウェットって長いすぎるとかありません？長いですよね、うん、でそうだとやっぱり私とか小さいさんとか、うん、バランスが難しかった、難しい、はい、ちょっと短めな感じのショート丈にしてるっていう感じですかね。すごいいいですよね。いい、はい、好き、はい、よかったですでそこにもうねバサッとバサッと素敵です。このコーディネートとかすごい好き、素敵。
先ほどと同じ素材 の、 あの形違いですね。ちょっとモードな感じで今回 こちらの形は素敵です。襟に対してもまたなんかシャープな感じでいいですね。いや素敵で、こちらはカラーバリが、はいはい、ブラックとこのチャコールの2色展開になってます。いいですね。なんかスウェットのセットアップなのに余裕があって、はい、気分がいいです、はい、やっぱねもう気分がいいものが大事です。そうですね、です。もう大人はそうですね、うん、やっぱりで、またね素材違いも素材違いも、うん、ございます。ちょっとお待ちください。はい、ちょっと着てみます。はい、はい、素材違い、はい、いやこれもまた素敵だな。素敵ですね。モードかなりかっこいいです。素敵。なんかボタンがね、はい、白、はい、白の配色にしていて、ちょっと効きがね、はい、いいですね、はい、ドレスみたい。素敵、はい、こちらは素毛のリバーの素材になっていて、うん、またちょっと先ほどのボーモのタイプとは違うんですけど、うん、張り感があってずっと定番で、もうこの素材は立ち上がりの時ぐらいからずっとやってます。こっちは形違いか。形が違う方です、はい、これなんか去年こういう着た、私着た気がする。これも素敵だったんだよね。あ、素敵です。このね、はい、ワンピースみたい。そう、すごい素敵、はい、さっそうと学校に行きたいね。学校ですか？どこですか？え、ちょっと待ってください。余裕のあるなんかお母さん素敵じゃない？素敵ですよ。 どれだけおしゃれのお母様って感じですよ、ね、え。はい、じゃあ、はい、次の、はい、またセットアップとコートを着替えてきます。はい、はい、3ルック目もうね着てないみたいなんですよ本当に空気まとってるみたい、びっくりする。でもこれね去年もご紹介させていただいた。で、私はずっと今年こそって思いながら過ごしておりました、はい、そうですかっていうのがこのダウンでございます。はい、はい、デミレリーフの別注ダウンになります、うん、いやもう本当これお店来て本当もう来てほしい。届いたらさ空なんじゃないかと思うよねきっと、もしポチったら、ね、多分疑うぐらい、っていう。そうね、本当に、まあ、最軽量の素材を使ってるダウンですね、うん、いやびっくりする。で、こんなに軽いけど暖かいですよね。暖かいです。もう全然大丈夫です。こっちが長い、はい、バージョ ン, バージョン、はい、でこっちがショートバージョン。ショートバージョン、ショートも可愛いですね。いいですね。ショートって言ってもちゃんとお尻が隠れるぐらいの丈感ではある、はいはいですね、なんかこのショートにこのシャツがちょっと出るのも素敵。可愛いと思いました、ね、はい、レイヤード感が、はい、ね、可愛い、いいですね、うん、はい、でこれは、うん、はい、黒とネイビーがあります。黒のロングショートと、はい、ネイビーが新色。はい、新色になります。ロングとショートがあります。でもこれ1個買っちゃったらこれをね、うんうん、この良さ知っちゃったら、はい、違う色も欲しくなるよね。なっちゃいますね結構2色買いのお客様とかもいらっしゃいます。形違いとか。そうね、うん、丈がね、そうなんです、また全然印象変わるからね、はい、迷うな。え、でもネイビーは今年しかない色、はい、そうです、そうですなんだ、はい、しかもちょっと極小なので、うわうわベージュと黒はあのしっかりあるんですけど、うん、はい、ネイビーに関しては。ネイビーも着てみる。はい、ぜひ。黒にほど近いネイビーなんで、うん、結構しっかり着れると思います、ね。まあ、皆さんいいですね。ほらネイビー好きでしょ。ねえ、私もですけど。うわあ、チャコールとの合わせがねえ、またすごい素敵です。素敵。このね、襟がこうクロスされるような感じになっているのが今年の特徴ですね。なんか寒くない、カバーされて、あ、かぶっても可愛いですね。小顔効果で、かなり小顔もう見えないです顔が迷うね。
ショートの方がちょっとカジュアル、そうですね、はい、するのかな、はい、そうですね、だからまあちょっとあの綺麗めだったりとか、はいはい、っていうシーンが多い方はこちらね、はい、長いコートの方が、はい、良さそうですね。いやもうでも軽いですよね。びっくりする、本当にこれあれでしょ、はい、いっぱいポケットがついてて、はい、バッグなしでいけるって、はい、携帯入れたりとか、うん、ここにあるのでペットボトルとか水筒も入っちゃうと思うなで、ね、コート自体が軽いからもういいね。そうなんですよ。いや色がな、どうされますか。モカもね、はい、素敵ですもんね、はい、急に自分のあれだね、色を選び始めちゃったね。いやこれもね、かわいい、ね、ちょっとなんだろう、女っぽくなるのかな。そうです ね先ほどとまたちょっと違う雰囲気にガラッと変わりますね、うん、でまたさ、この中のシャツのセットアップがですね、はい、全てに合うという、はい、チャコール、はい、グレーの、はい、シャツのセットアップ、これあのウールバランサーっていう素材なんですけれども、うん、あのシワになりづらくって伸びない、うん、あの伸びるんですけど、うん、あの膝とかも出ずにずっとあの着ることができるっていう。だってこれも2つボタン開けて着ただけだよ、はい、かっこいい。いやもうそんなに、はい、楽な本当にどうする、素敵ですよ ねこれもまあ学校案件かしら、これも案件大事ですよ ね結構素敵ね、うん、気分上がりながら、はい、かっこいい、かっこいい、こんなかっこいいお母さんいらっしゃいますか本当に素敵、素敵です、うん、うん、寒くなったら、はい、中に薄いタートルとか合わせてもいいし、はい、ちょっとアウターっぽくね、うん、羽織ってもいいから、はい、万能な、はい、まあ、インしてもね、はい、いいですもんね、はい、素敵、はい、こちらはカラーバリエーションが、うん、今のこのチャコールとサンドっていうちょっとあのベージュっぽいカラーの2色展開になります。なんか不白見えするような感じするんですけど、うん、ジャージとの合いのこの素材なんですよ。うーん、はい、だからちょっと楽なんだけど、そう、綺麗見えすごいする、綺麗見え、はい、だからやっぱりこうちょっとアウターがね、ダウンとかでカジュアルな時にも可愛、はい、うん、かわいいはい、こちら4ルック目でございます。なんかパンツのイメージが割とある、はい、カオス、はい、そうです。でもなんかいいね、いいですね、このマーメイドのスカートね、上のそのボリュームとこのちょっとここがシュッてなってヒラヒラしてるのが、うんうん、スタイルアップっていうか、はい、かなりので今年はほらやっぱりロングブーツをね、そうですね、今年こそ皆さん買っていただいて、はい、だいぶあの印象変わるんで、はい、ロングブーツ合わせで、はい、でこのモケモケちゃんがウールボア、かわいい、今年の新型です。うん、毎年こちらのロングをやってたんですけど、はい、うんうん、今年はお袖取っちゃいました、かわいいのも新登場です、うん、はい、なんかカジュアルすぎなくていいな。そうなんですよ、これあのやっぱウールのボア使ってるのも、うん、多分そういう風に見えるポイントかもしれないです。 ね、なんかそれにちょっと羽織って、いいですか、うん、あ、いいですか、同じほらあのセットアップのパンツバージョンを着てくださっているので、ほら可愛い、色味とか可愛い、可愛い、あ、いいですか、素敵、トントンでねえ、はい、でもなんかこの黒もあれなのかも、聞いてます、うん、あ、そうかも、ちょっとカリッとするっていうか、はい、ね、はい、素敵、こういうちょっとカジュアルめなね、はい、アイテムたくさん出てるんだけど、はい、ちょっとカジュアルすぎるわって思ってた方はもうこのまま買っていただいて、あ、確かに、ね、着たくなる、はい、見つけましたね皆さんね、あの買える何ボアブルゾン、ね、大人にすごくいい、はい、ね、うん、かわいい、これ丈感は同じなのこっちの方がもしかしてちょっと長いかもですね、はい、これ長いのも着てみようか、はい、ぜひぜひ、なるほどね、こちらもねかわいいね、はい、なんかシックなんだよな、あ、そうですか、すごいな、素敵、あ、かわいい、
可愛いです。横からも可愛いです。でこちらは色がこの2色で、うんうん、これが EC 限定の、あ、 EC 限定、はい、チョコです。へえ、はい、ちょうど間ぐらいか。そうです ね、はい、可愛くないですか。可愛い、うん、深い色で、あ、EC 限定とかもあるんですね。はい、あるんです。へ、はい、先ほど着ていただいたベストに関しては、うん、チョコがない、EC 限定は。あ、なるほど、はい、うんうんうん、まあね、全然寒くないからね、うん、ベストもね、捨てがたいです。ねえ、かわいいな。これを着たりとかもできるもんね。できると思います。重ねてね、全然もうだからこういうレイヤードができるからね、はいはい、お袖がないとね、はい、あ、そうですよね。それもね、フードがもうかわいいね。もうダブルフードですよ。新しい、無敵だね。もう、もう無敵よ、はい、いいね、いいですね。はい、皆様買うものは決めたでしょうか。私はまだ迷っておりますが、アウターも去年に引き続きご紹介させていただいたんですが、なんといってもね、やっぱり今年はセットアップが豊富でして、はいはい、あそこに素敵なセットアップをね着てるね。去年もほら出ていただいたから僭越ながら今年だって見るわよって聞いて見せるわよって見せるわよっていう。だってこれすごい素敵じゃない。これもそうです ねタートルの、はい、タートルの、うん、シエラウールシリーズ、ウール服ですね、うん、素敵、はい、定番でずっとさせていただいて、はい、人気シリーズ。よく着てらっしゃいます、ね、私よく着てるんです。鶴瓶さんの制服みたい。あ、冬のね、制服冬じゃない。なんか見てるしか着てないみたいじゃない。あの毎年欲しいと思いながらお店なくなっちゃって買えなくて、うん、あ、なるほどね、結構なくなっちゃうんですよ。そうか、はい、いいね。まやさん着てるこちらの、うん、私ちょっとスカート花物でございます。あ、そうか、パンツも似合うのに ね似合うのまま。あ、今ちょっと見てがぜん欲しくなっちゃった。全部欲しくなっちゃったな。ですよね結局なんかどちらが買っても、うん、どちらが買い足されるお客様も、あ、上だけ例えば買ったとしたら、はい、追加で買いに来るっていうお客さんが多いと。あと色違いでとか、うん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 、そうね、なってくので、特に今シーズンバリエーションすごく、うん、たくさんあるもんね、はい、なので、はい、ね、ぜひお店の方も、はい、まあ、EC でもねいいですけど、お時間ない方はお店おりますので、ね、でもね、すごい素敵なお店なので、あのセレクトの雑貨なども、はいはい、たくさんあるので、ぜひお店に来てチェックしていただけると嬉しいです。嬉しいです。はい、おりますので。おります。はい、表参道店おります。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。